森谷里氏は日本優先社員 NPO 法人国境なき子供たちの理事。妻は高窓の宮家出身の元皇族森谷彩子、東京都出身。父親は通災官僚の森谷治。母は国境なき子供たち専務理事の森谷君へ。1989年から1992年まで一家は、 フランスパリ16区の西隣にあるブローニュイコールビアンクール在住。その間1989年から1992年7月までパリの幼稚園に通園し卒園。帰国後、東京の港区立八金小学校を経て、高縄中学校、高校在学中にスイスのインターナショナルスクールに短期留学。同校卒業後、慶応義塾大学文学部入学。 オックスフォード大学短期留学。2005年3月から国境なき子供たちの会員から後に理事就任。2009年に経済卒業後、祖父、森谷金義が常務取締役を務めた日本優先に就職。母である国境なき子供たち専務理事の森谷君へと、あや子の母、の人親とし久のは、国境なき子供たちの関連事業において親しくなり、 揺るぎない信頼関係による結びつきを築いた。関連行事を毎年訪れていた久子妃は2017年11月国境なき子供たちの設立20周年の祝賀会で絵と再会。彼に綾子女王を紹介した。スポーツマンであり、トライアスロンやマラソン大会への参加、スキー、読書も趣味である。国際経験豊富で英語は、 堪能で仕事が相当できるという。また、母の意志を受け継ぎ、国境なき子供たちの理事として活動している。ありがとうございます。